放送席、そしてメットライフドームお集まりのライオンズファンの皆様、ヒールインタビューです。今シーズン初めてのお立ち台、メイケア選手です。勝ち越しホームラン、1対1の同点であの場面、見事なホームランでしたが、感触いかがでしたか？Yes, you know, Tonosaki tied the game not a bad, and I knew I got to get on base. Was trying to do my best to help the team. You know, really happy. You know, I got a home run to lead the game. そうですね。前の Tonosaki 選手がホームランを打って試合をタイにしてくれたので、とにかく塁に出てチームに貢献するということだけを思って打席に立ったんですけど、結果的にホームランになって最高の結果になってよかったです。今日は初めてマウンドに上がった今井投手が投げていました。どのようにご覧になっていました？How do you see him? He's pitching this game. Yeah, he showed he got really good, great stuff. He's a very young, talented kid, and I hope he stay with us, you know, healthy, so he can help us to win more games. You know, he's a really good pitcher.そうですね、自分の今井投手、自分の持っている力をすごく思い切って出してたと思いますし、自分の持ち味を出して相手にすごくチャレンジして向かっていく姿勢を見ましたので、結果としてそのチームの助けになって、これからもチームを助けてくれると思いますので、すごく期待しています。この大きな拍手がありますけども、ファンはあなたのホームランを待ってます。ファンは always waiting for your big home run。久しぶりですね。Yes, I really appreciate the fans, you know, they always supporting us. I'm always trying to do my best, you know, to help the team to win. You know, it's the most important team for us, and hopefully, you know, we keep winning. そうですね、本当にファンの皆さんのサポートにはいつも心から感謝していますし、自分はチームの助けになるために常に自分のベストを尽くすだけだと思ってますので、これからも応援よろしくお願いいたします。さあ、もう最後あの言葉で締めていただきたいですか？ All the world 本当に、はい、ワン、ツー、スリー、メヒア・サマサマヤ、ありがとうございました。小林選手、ありがとうございました。メヒア選手でした。さあ、そしてお待ちかね、ライオンズのニューヒーローです。みんなが待ってましたよ、今井さん。そうですね、しっかり勝てたので良かったかなと思います。ビッグ4がいろいろ活躍し始めて、本人は悔しさもあるって話をしてましたけども、今日マウンド上がるまでどういう気持ちでした？悔しさというよりは、自分も負けないように頑張らないといけないとは思ってたので、失点はしましたけど、最少失点で抑えられたので、今日はいいかなと思います。最後ウィーディーボールもらいましたよね。ゲームセットの瞬間までベンチの中でどういう風な気持ちでした？そうですね、でも同点に追いつかれたら勝ちはなくなるので、最後の9回のスリーアウト目を取るまではすごく、油断もできずに、緊張はしてました。ピッチング152キロというまっすぐ今日最速出ましたけども、改めて今日のピッチング振り返ってください。そうです、初登板ということで、監督コーチの皆さんに、しっかり楽しんで思い切ってやってこいと言われたので、言葉通りに、初めてのマウンドを楽しめたんじゃないかなと思います。さあ、そして今日はご両親をはじめご家族も来てます。ゲームセット瞬間、お母さん拍手してましたよ。仕事を休んで、見に来ていただいたので、プレゼントになったかなと思います。どうでしょう、ファームでももちろん投げましたけども、この大歓声の中で投げるピッチングっていかがですか？やはり2軍と違ったいい緊張感の中で、しっかり投げることができたので、
まあ、次も出番があったら、チームを勝てるようにしっかり投げたいと思います。さあ、そしてウィングボールいただきました。改めてちょっとウィングボールを見せていただけますか。さあ、どうしましょう。両親に渡したいと思います。ずっと観戦していたご両親へのメッセージをお願いしましょうか。今まで、ご迷惑をかけましたけど、これからは、僕が、両親を支えていけるように、これからもどんどん活躍できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。そしてたくさんのライオンズファンのメッセージをお願いします。まだまだ、シーズンは終わらないので、しっかりこの先も、勝てるように一生懸命投げますので引き続き応援よろしくお願いします。この総理投手が高卒で初登板、初先発、初勝利は1999年の松坂大輔投手以来なんです。改めて偉大な大先輩習いましたよ。そうです、まあ、すごく嬉しいですけど、まあ、打線もたくさん点取っていただいたので、まあ、野手の先輩方にも感謝したいと思います。またこのお立ち台来てくれますね。そうですね、また食べるように頑張りたいと思います。はい、おめでとうございました。今井達也投手でした。というメヒアとそして今井のヒーローインタビューでしたが、はい、浅野さんどうお聞きになりましたか。あ、もうニューヒーロー誕生ですよね。もうこれから今井投手がね、どんな活躍するか楽しみですね。あとはもう初登板先発で、まあ、高卒2年目なんですけども、何か一言一言もねしっかりとした、ね、しっかりしましたね、言葉で素晴らしいですね。そういったところもやはり何かねこういう大舞台でやってのけるところ、はい、ね、持ち合わせているという今井です。まあ、ご両親のためにというね、ここからは支えていけるようにということも話していましたけども、はい、チームとしてもねこれからまた、ね、これ今後またエースとして支えてくれるような成長を望むわけですから。そうですね、はい、右の、ね、本格派のエースが、ね、誕生してほしいなと思いますね。はい、まあ、一つですから辻監督も、ね、早めの段階で交流戦で今井を投げさせたいんだというところで、はい、一つ、まあ、テスト的に最初は投げさせようとしたところもあったかもしれないんですが、はい、そのおそらく期待以上の結果を残してくれて、はい、勝利でね、もう本当にチームの勢いもつきますからね。それで今井投手自身もね、はい、いいスタートが切れたのでね、これからの野球人生本当にいいものにしてほしいなと思いますね。ですよね。ちょうどチームを連敗しているというところで今井のこのピッチングでチームの連敗も3でストップ、はい、ね、この昨日は敗れたスワローズ相手、それもスワローズも交流戦で一番調子がいいというチームでしたから、はい、しっかり抑えましたから ね、本当にバレンティン選手なんかタイミング合ってなかったですから、はいはいはい、素晴らしいボール投げてました。登板初先発で堂々たるピッチング、初勝利を挙げたという今井です。このね、サインも今後何度書いてくれるかというところにもなると思いますけども、その最初のサインを今書いてくれたこの今井達也です。プロ2年目で初登板を果たしました。